じゃあ次はね、なんと本邦初公開 CD 作っといて6年も干されていた曲ですね。曲が1曲ありますんでね、聴いてください。ファーストの方から黒いキス。Thank you.
10周年を突破できるかどうか、それは後の審査発表の楽しみということで、さあ皆さんご注目、いよいよ登場いたします。今週なんと10周目に挑戦します。そのグループはこの3人だ。なんと10周目、あっという間に9周を勝ち抜き、この横浜セブンスアベニューにやってきた、この3人組は一体何者なんだ。お得意なコスチュームコントで みんな会場をバッと沸かしてくれることでしょう。さあ皆さん、盛大な拍手でお呼びいたしましょう。コント横浜。やっと着いたよ。やったー。まあいいねー。横浜山。横浜山ね。やっと着いたよ。 高いね。高い、なんか木がいっぱい入ってるね。やっほー。オッケー。なんだ今、なんつったよ。おい、ちゃんと書くわ。バレてるか。おい、おかしいな。どういうこと。俺もじゃあちょっと山彦聞いてみようかな。愛してるぞー。俺もだ。なんだこの児玉。児玉といえば児玉。 冷やし。なんだそりゃ。じゃあ、児玉といえば尻児玉。尻ってなんだ。児玉といえば児玉電話相談室。それはお前、子供電話相談室の真面目じゃねえな。 どうした。あ、あなたはロッキー刑事じゃないですか。ボス、ボス、すいません、八百長三丁目で犯人を見直しました。すいません、ただいま帰ります。あの太陽に吠えるところ携帯はなかったような気がするんです。あれ、君たち、ここは山だぞ。ここに怪しい人が来なかったか。前は一番怪しいじゃないか。何、俺はロッキー刑事だ。誰も知らないか、ロッキー刑事。 ロッキー刑事と言われてるくらいだからな、山が好きなんだ。そうなんですか。僕らと一緒ですね。君たち山登りかね。そうです。山はいいなぁ。いいですね。お、聞いてみろ、あの小川のせせらぎ。せせらぎ。格好がないている。格好。素晴らしいなぁ。お、見ればここは牧場じゃないか。牧場か。お、牛がいっぱいいるなぁ。お、 お、そこにいるぞ。なんだあれは。羊だ。やっぱりな、山といえばな、歌だな。なんでですか。山だ。犯人はどうしたんですか。犯人は、犯人なんかどうでもいい。山になれば、みんな歌を歌いたい気分だろう。どうだ、そこの牛たち、みんな歌いたいだろう。どうした。君たち牛なんだ。もうと答えたまえ。君たち歌いたいか。あ、それじゃ歌おう。行くぞ。 オーマキバは緑空は。あ、君たち歌わないのか。牛山ですか。当たり前じゃないか。そこの牧場のみんな、みんなも一緒に歌うんだ。いいか。行くぞ。オーマキバは緑空は、すぐ反対はゆく。